ボクシング界で圧倒的な強さを誇る井上直弥、スーパーバンタム級4団体統一王者としての地位を築き上げ、その名を世界に轟かせている。そんな井上に挑戦状を叩くつけたのは、フェザー級の無敗ホープ、ブルース、キャリントン。彼は、井上の弱点を見抜き、倒せる自信がある、と豪語している。このビデオで、 キャリントンの発言を分析し、井上の防御面での欠落を指摘しつつ、両者の対決が実現した場合の展望を探る。井上直也は世界戦22連勝中という驚異的な記録を保持している。彼の攻撃力とスピードはいを見ないものであり、多くのボクサーファンや専門家から高い評価を受けている。彼の試合は常に注目の敵であり、 その勝利は世界中で話題となる。しかし、そんな井上に対し、一回球場の無敗ホープが挑戦状を叩くつけたのだ。ブルース、キャリントンは、フェザー級で戦う27歳のボクサーであり、戦績11勝、7KO、無敗という輝かしい成績を持つ。WBO 世界4位、WBC 世界7位。 IBF 世界中2位にランクインし近い将来の世界挑戦が期待されるホークだ彼は米国ボクシング記者協会員のショーン・ジッテル氏の公式 YouTube チャンネルで井上尚弥に対する挑戦を表明したキャリントンは井上の弱点を何試合も前から見抜いていたと語る彼は対戦する時が来たら井上を倒せる自信がある と豪語し、井上の守備面での欠落を指摘した。キャリントンによれば、その欠落は彼自身が得意とする攻撃でつける部分であり、楽々とその隙をつけると自信を見せている。キャリントンは、井上の強さを認めつつも、耐久性に疑問を呈している。彼は、彼は相手を倒せるパワーがあることを幾度となく示してきた。 でも彼はパンチに耐えることができるかそれが重要な問いになると述べ井上の防御面での脆さを指摘している井上がこれまで対戦してきた相手はその部分で井上に挑戦できていたか定かではないと述べている井上はスーパーバンタム級に敵がいないから階級を上げるべきだという意見に対しそれはおかしい話だと反論している 彼は、やりたいんだったら、お前らが下げてこい、という話、とごきを強め、自身がフェザー級に上がる準備をしているが、まだそのタイミングではないと語った。彼の言葉からは、自分の限界を理解しつつも、適切なタイミングでの階級上げを考えている姿勢がうかがえる。キャリントンの挑戦が実現するかどうかはまだわからないが、 もし実現すればボクシング界にとって一大イベントとなるだろう井上の攻撃力とキャリントンの防御力そしてキャリントンが指摘する井上の防御面での欠落がどう影響するかファンにとって非常に興味深い試合となるだろう井上直也の圧倒的な強さに挑戦するブルースキャリントン彼の挑戦は井上にとって新たな試練となるだろう キャリントンの指摘する井上の弱点が本当に存在するのか、その弱点をつけるかどうかは実際の試合で明らかになる。両者の対決が実現すれば、ボクシング界にとって歴史的な一戦となることは間違いない。ファンとしては、今後の展開に目が離せない。